足立さん、今日は持ち込んだカップ酒じゃなく、ちゃんと店の酒を頼んだんだな。うん？ああ、これはお冷やだ。水だよ、水。珍しいな。休館日か？いや、コンビニでカップ酒を買う金もなくてな。え、そんなに金欠なのか？まあ、毎月この時期はいろいろあってな。なんだ、借金でも抱えてんのか？ちげえよ。たかしに金を送ってんだよ。たかし君って確か20年前に誤認逮捕されたくすみの一人息子だったな。ああ、俺がたかしの証言を信じなかったばかりにくすみは誤認逮捕されたんだ。だけど足立さんはくすみを釈放しようと動いたんだろ。それを堀之内が握りつぶした。今さら言い訳したって、獄中で自殺したくすみが生き返るわけじゃねえ。くすみが死んでほどなく、嫁も心労で倒れて亡くなった。天涯孤独になった高志は施設へ引き取られてよ。それから俺は毎月高志に金を送ってんだ。偽名でな。偽名？高志からすりゃ俺は親父を無仕送りにした刑事の一人だ。そんな人間からの金は受け取るのが拒まれるだろう。そう考えて山田って偽名で送金を始めたんだ。足立さんなりの配慮か。だが、見ず知らずの山田さんから金が送られて、たかし君は疑問を抱かないもんか？そこも抜かりはねえよ。山田さんは社会貢献が趣味の資産家ってことにしてんだ。これならたかしも気兼ねなく金を受け取れるだろう。社会貢献が趣味の資産家か。まるで足長おじさんみてえだな。なんだそのあだ名。確かに俺は足も長えしおっさんだけどよ。あだ名じゃねえよ。そういうタイトルの小説があるんだよ。孤児院で育った女の子が匿名の資産家から援助を受けて大学を卒業するって話でな。へえ、春日が本なんか読むなんて意外だな。小学生の時の教科書に載ってただけだよ。それでも内容を覚えてるだけ大したもんだ。しかし20年送金を続けるなんて本当に立派なもんだ。まあ高志の生活費の足しになればと思ってよ。しかし給料をもらってた警察時代ならまだしも、今となっちゃ足立さんも相当大変なんじゃないのか。まあな、そいつは否定できねえ。高志君だって今やいい年だろ。25だ。もう送金がなくても自立できるんじゃないか。それが高志は司法浪人でな。司法浪人ってことは高志君は弁護士を目指してるのか。ええ、その通りよ。高志から月に1回送金のお礼や近況が書かれた手紙が届くんだ。あいつ昔から弁護士になりたいって書いててよ。冤罪で逮捕された親父さんのことで思うところがあったのかもしれないな。ああ、だからこそ俺は高志が司法試験に受かるまでは援助を続けようと決めたんだよ。だけど司法試験ってのは大変なんだろ。ああ、高志も大学生の頃から挑戦してんだが、なかなか苦戦しててよ。今は最低限のバイトと俺の送金で生活しながら、ほとんどの時間を勉強に当ててるらしい。高志君、受かるといいな。はあ、今年あたりは合格してほしいもんだ。足立さんにとっても送金はかなり負担だろうしな。まあ正直な話それだよ。何年も司法浪人されちゃ俺の懐がたまんねえ。なるほどね。足立さんが金欠な事情がよくわかったよ。応援したくなっただろう、俺のこと。そりゃ応援するさ。じゃあ一杯ごちそうになっていいな。なんだよ、ちゃっかりしてるな。応援してくれよ、酒で。わかったよ。今の話聞いて断れるわけねえしな。マスター、注文いいか。